はがきサイズの消しゴムスタンプを彫刻刀で彫って年賀版画を作りましょう。はがきサイズのコピー紙に鉛筆などで図案を描いたら、裏に写るように油性マジックでなぞります。図案が裏から見えるようになったら、表からクレヨンで塗りつぶします。クレヨンがカーボン紙の代わりになります。はっきり見える色なら黒でなくても構いません。裏返しにして消しゴムスタンプにセロテープでしっかりと貼り付けます。途中でめくりながら作業できるように上になるところだけを貼り付けます。裏から見える線を鉛筆などでなぞっていくと、ゴム板にくっきりと写ります。写し終わったら図案を外します。彫るときは板を固定できる長素板を使いましょう。ゴム板が向こうに滑っていかないように長素板に当てます。彫刻刀は中指を伸ばして持ち、刃が深く入っていきすぎないようにして彫ります。まず先が V 字になった三角刀で線彫りをしていきます。消しゴムスタンプはとても柔らかくて彫りやすく、彫刻刀初心者にはぴったりです。彫刻刀は刃物ですから、怪我をしないように十分気をつけてください。彫る向きを変えるときには彫刻刀はそのままで、板の方をくるくると回しながら彫っていきます。刃を自分の方に向けたり、刃の前に手を持っていったりしないよう十分気をつけて慎重に彫っていってください。ひげの端などまっすぐに切り取りたいところは、切り出しを使って軽く押さえるようにすると簡単に切り取ることができます。太い線を彫りたいときは丸刀を使います。おやおや、22年なのに間違ってます。彫った後では直せません。こういう場合は直接書いて直しましょう。文字は左右反対になりますので、よく確かめて書いてください。彫り取ったところは白くなります。ちょっとだけ白くしたいところは小さい丸刀を使って彫り取ります。外側は白くしたいので、境目になる線を描いていきましょう。5ミリぐらい外側に油性ペンを使って枠を描いていきます。線の部分を三角刀を使って彫り取ったら、線より外側の部分は丸刀を使って彫り取っていきます。一番端が残る場合は向きを変えて彫り取りましょう。そんなに深く彫る必要はありません。白い部分が見えたらそれ以上は彫らないようにしましょう。線より外側は端の部分も忘れずに彫り取りましょう。彫りくずは散らばらないように、いらない紙に包んで捨てましょう。すり取る紙はゴム板より一回り大きいものを使います。ツルツルしている方が表、ザラザラしている方が裏です。ザラザラしている方の端に名前を書いておきます。インクを練る練り板は特別なものがなくても、クリアフォルダーやツルツルしたボール紙で代用することができます。セロテープやガムテープなどでしっかりと机に固定します。インクを出す場所にはいらない紙をローラーの幅に折って貼ります。版画インキはアーテックの純黒がおすすめです。インクを出す場所に貼った紙の上に
ローラーの幅に細長くインクを出します。インクがなくなったら同じようにして継ぎ足してください。まずインクを少しだけつけます。この後ローラーを行ったり来たりさせがちですが、これではうまくインクが伸びません。向こうに行くときは練り板の上を転がして、帰ってくるときには空中を浮かして帰ってきます。これを素早く繰り返し、インクをまんべんなく伸ばします。行きは地面を超特急の新幹線で、帰りは空中を飛行機で、新幹線飛行機、新幹線飛行機、新幹線飛行機と繰り返します。まんべんなく、さざ波が立つような感じになれば OK です。下にいらない紙を敷き、ゴム板を縦長に置きます。練り板の上では新幹線飛行機ですが、ゴム板の上ではロードローラーのように、端までまんべんなくしっかりとインクをつけましょう。すり紙は名前が見えるように一発で置きます。そしてバレンでくるくるとこすります。模様がくっきり見えるようになればすり上がりです。そっとめくって乾かしましょう。するときに気をつけてほしいことは、二度置きしないことです。あ、失敗したと思ってもう一度置き直すと、こんな風にずれてしまいます。二度目にするときにありがちなのがインクの付け忘れです。端までインクがついていないと、こんな風にかすれてしまいます。片付けるときには、インクのついた紙を内側に折って捨てます。練り板にいらないボール紙を使った場合は、練り板ごと内側に折って捨てれば OK です。ローラーやゴム板は水洗いします。純黒なら簡単な水洗いでここまで綺麗になるので、片付けがとても楽です。水性なのに、インクののりがよく真っ黒に発色します。その上、乾くとサラサラになって手にもつきません。今まで試した中では一番のおすすめです。出来上がった作品は、朱肉で版を押し、台紙をつけて飾るとぐっと見栄えが良くなります。